はい、皆さんこんにちは。コミット TV ヤギでございます。本日は著名人シリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。今回はデートナーを着用している芸能人にフォーカス。ヴィンテージから現行モデルまで圧倒的な人気を誇るデートナーはやはり芸能人の着用率もナンバーワンと言っても過言ではありません。ぜひとも最後まで楽しんでご覧ください。一人目にご紹介するのはあらゆるランキングを総なめにする実力派シンガーソングライターのゆうりさん。路上ライブ活動から SNS で話題になり瞬く間にバズを起こしたゆうりさん。セカンドアルバムではオリコン週間合算アルバムランキング2週連続1位を獲得し、代表曲ドライフラワーはソロアーティスト初のストリーミング8億回再生を突破するなど新世代のシンガーソングライターを代表するミュージシャンとして輝きを放っています。そんな最旬なゆうりさんが着用するモデルはロレックスデイトナリファレンス116506。加工や研磨が困難な素材のため最高級のモデルにのみ使用されるプラチナを採用したデイトナです。チェスナットブラウンのセラクロム製ベゼルと爽やかなアイスブルーのカラーリングが印象的なこちらはデイトナ誕生50周年となる2013年に発売されてからそのデザイン性の高さから絶大な人気を誇っています。2023年のウォッチ&ワンダージュネーブにて後継機となるリファレンス126506が発表されたことに伴いディスコンとなりましたが、大きなデザイン変更が入らなかったことにほっとした方も多かったのではないでしょうか。ゆりさんは YouTuber としても活躍しており、自身のゆりチャンネルで公開したオーデマピゲロイヤルオークオフシュアクロノグラフリファレンス 26238or.00002000or.01 も話題になりましたね。昨今の SNS を見ていると高級腕時計を着用している著名人はもはや自慢ではなく本当に好きだから着用している方が多いように感じますね。2人目にご紹介するのは年間30万人を動員する世界的ロックバンドワンオクロックのドラマトモヤさん。絵もロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスで国内外問わず絶大な人気を誇るワンオクロック。中でもパワフルなドラミングでバンドを牽引し世界レベルの腕前で多くのファンを魅了しているトモヤさん。そんな最高峰のドラマトモヤさんが着用するモデルはロレックスデイトナリファレンス6263。1969年頃から1988年頃に製造されていたプラスチックベゼルが特徴の手巻きデイトナの最終型リファレンス6263。プッシュボタンがねじ込みスクリュー式になったことで防水性能が30メートルから50メートルへとスペックアップし、文字盤にはデイトナで初めてオイスターの文字がプリントされたこちらはムーブメントは第2世代から引き継いだ高精度のキャリバー727を搭載しております。製造年に合致したオリジナル性を保っている個体は非常に少なくなっており、レアダイヤル、ポールニューマン等に至っては特に希少性が高くオークションピースと化しています。市場に出回ることは少ないですが、見つけたら即購入ではなくまずは整合性の確認などしっかりとお店の方に聞いてみることが大切です。パリを舞台に投稿されたトモヤさんの写真、無地の白 T シャツにさらりと合わせたスタイルはシンプルにかっこいいです。海外ではきらびやかな現行モデルではなく、あえてヴィンテージの方が目立たなくていいのかもしれませんね。3人目にご紹介するのは女優仲里依紗さんを妻に持つ演技派俳優の中尾明慶さん。夫婦ともにドラマ、映画、CM などで活躍し、自身のインスタグラムでは35歳の誕生日を家族で祝ってもらった仲睦ましい様子がうかがえます。そんなバースデーケーキを手に持った中尾明慶さんが着用しているモデルはロレックスデイトナリファレンス 116515LL。 2019年の登場以来高い人気を博しているモデルです。18金エバーローズゴールドケース×チョコレート文字盤のカラーリングが美しく、チョコブラの愛称で親しまれているこちらはオイスターフレックスを採用したデイトナの中でも1位2位を争う人気の組み合わせとなっています。2023年の新作発表時にディスコンとなってしまい悲しみの声が上がる一方で、今後が楽しみなモデルの一つでもありますね。投稿写真では仲里依紗さんもデイデートリファレンス118348を着用し、夫婦でロレックスを愛用する仲睦まじい姿が見て取れます。まさに高級腕時計好きが目指す理想の夫婦像ではないでしょうか。最後にご紹介するのは日本が誇るトップ YouTuber ヒカキンさん。登録者数1000万人を超え YouTuber という職業を確立したパイオニア的存在のヒカキンさん。
ご自身の動画でもたびたび時計が登場していますが、今回ヒカキンさんが購入したモデルはロレックスデイトナリファレンス 126529LN、 ルマン24時間レース100周年記念として発表された18金ホワイトゴールド仕様の2023年新作モデルになります。セラクロムベゼルに赤色で施された100の表記がルマン24時間レース100周年を記念した特別なモデルであることを示しているこちらは、新ムーブメントキャリバー4132が採用され、9時位置の積算計が従来12時間のところ24時間へと変更されました。さらにはポールニューマンダイヤルを想起させるインダイヤルと、新作デイトナや1908同様のシースルーバック仕様がより高貴な一本へと昇華させています。つい先日コミット TV でもヒカキンさんが購入したこのルマンについて動画を配信しておりますので、ぜひ合わせて見ていただければと思います。実際にセカンドマーケットでヒカキンさんが購入された金額は定価の約5倍3500万円ということで、それを20億円の新規を購入した記念で購入したヒカキンさん、もはや次元が違いますね。他にもそうそうたるモデルを所有するヒカキンさんのコレクションの一部となったデイトナルマン、もう手放せないプライスレスな一本と言えるでしょう。まとめとなります。デイトナを着用している人はたくさんいますが、デイトナといっても様々なモデルがあり、選ぶモデルも皆異なります。さらには購入した際のエピソードや背景は千差万別、思いの詰まったデイトナはまさにオンリーワンですね。今回もこの動画がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助、そして時計愛が増す一つのきっかけとなっていただければ幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。